太郎雄二、今日はですね、中目黒、今日もね、引き続いて中目黒のですね、和牛マフィアカツレツサンドイッチ、中目黒店、こちらの方からお送りしたいと思っております。ということで、今回はですね、新型コロナウイルスワクチンのですね、接種状況、これにまつわる報道等についてですね、お話をしたいと思っております。なんかよくわかんないんですけど、僕がワクチン打ちましょう動画を、アップしたら、なんか、表情が悪いとか顔色が悪いとか誰かに言わされてんじゃねえかとかわけわかんない陰謀論を唱える人たちがコメント欄に続出して 気持ち悪いんですけど、あれは何なんでしょうかね。僕が何か誰かに脅されて動画を撮る、そもそもそういう状況になんでなるのか、そんななるわけないじゃんっていう話。それと僕はワクチンの開発企業、ファイザーとかですね、モデルナとかアストラゼネカとかそういったところから一銭もお金もらっておりません。その上でですね、ノンスポンサード PR ゼロで、この動画を撮っておりますが、某メディアがですね、新型コロナウイルスワクチンの接種をめぐって、接種後に死亡した人たちが百何十人いたというようなセンセーショナルな報道をしておりましたが、これについてですね、非常にその危機感を煽るミスリードだと僕は強く憤っております。なぜならですね、この新型コロナウイルスワクチンの接種、特にですねメッセンジャー RNA ワクチンのタイプのやつですね、ファイザーとモデルナのやつですけれども、こちらどっちがいいですかとかっていうふうな発言、質問とかたまにありますけれども、まあ、はっきり言ってコカ・コーラとペプシコーラどっちがいいですかって言ってるようなもんなんで、どちらもあまり変わりませんねと。ただそのメッセンジャー RNA タイプじゃないワクチンですね、ウイルスベクターを使ったワクチンとこういったものに関して言うと、明らかにですね、メッセンジャー RNA ワクチンの方が効くというような大規模接種の結果ですね、効くということが分かっておりますので、ぜひチャンスがあればそちらの方を受けられることをお勧めいたします。そしてですね、そのワクチンの接種後に、死亡した人たち、これがワクチンと因果関係があるかどうか、ここが多分問題になってるわけですけれども、人間は今のところね、基本的に死亡率 100% でございます。いつかは人間死ぬわけです。特に高齢者の方っていうのはですね、若年層よりも死ぬ確率非常に高いです。そして今ワクチン接種されているのは主に高齢者、そして医療従事者の方々、つまりほとんどが高齢者の方々なわけですね。で、高齢者除いてもですね、全人口で日本人の大体ですね、1年間に100人に1人弱ぐらいの人が死んでおります。年間110万人とかですね、まあ、年によって変わるんですけれども、100万人から110万人ぐらいの方々が毎年亡くなられております。100人に1人弱の人がですね、亡くなられているということで、もうですね、2000万回、ワクチン接種されてて、1000万人以上の人たちがおそらく日本でワクチンを接種してるわけですけれども、もう10人に1人が打ってるわけですね。10人が1人打ってるわけですから、それはね、まあ、申し訳ないですけれども、50人とか100人とか200人とかそれぐらいの人たちが偶然、ワクチンの接種後にですね、何らかの理由で、亡くなられる方、元気だったのに突然亡くなりました。ワクチンの接種後ってなんとかワクチンに関連付けたいと思うんでしょうけれども、突然死する人はたくさんいらっしゃいます。僕の周りにももちろん、突然死された方、ずっと元気だったのに突然死された方結構いらっしゃいます。まあ、自殺される方も、結構いらっしゃいます。何人か僕も知ってるぐらいのレベルです。なのでですね、今のところそのもう世界で10億人以上に打たれてるワクチンなわけですけれども、明らかにそのワクチンのせいで、重篤な、まあ、副反応が出て、それによって死亡したというような、人たちがたくさんいるというような話は一切聞きませんし、それぐらいたくさん接種をされてて副反応もそんなに多くないというふうに言われているワクチンですので、ぜひそんなに不安を感じずにですね、皆さん接種をして、ください。ぜひ接種してください。で、まあ、もちろん副反応が出る方も一定数いらっしゃると思います。しかしながらワクチンの集団接種というものはですね、そういうものです。健康な人に打つので、健康な人に打ってそれで健康被害があった、それは本当に腹立たしいことだと思いますけれども、そうでもしないとですね、この状況を変えることはできないということで、みんなが、我慢してつったらあれですけれども、ワクチンを打ってるわけですね。それに大金が政府からの税金で、賄われております。そういったことも考えて、集団免疫というのを考えてですね、ぜひリスクが取れる人はぜひ取って、ワクチンを打ってほしいなと改めて思います。ということでいってらっしゃい。雑談アプリでは月額1500円でビジネスパーソンの音声聞き放題、そして動画も見放題ということでいってらっしゃい。